冒険に必要なものはな。荷物が重すぎる。釣られる前にレイジのところで。間違った場所に来ちゃったんじゃないかな。メモリー電を必要としているようには見えないわ。ここが何をする場所かも知らないんじゃ。わからない。何をする場所だ？名前が大きなヒント。記憶。選ばれた顧客に過去を追体験させてあげる場所。誰にでもやるっていうわけじゃないわ。無料のものはないってことか。100キャップでどうだ？前払いで。粘り強さ、それとお金。この2つを持ってる男は大好き。試させてあげようかな。他の人との思い出が一番簡単。大切な人との最近の出来事とか、何か思いつく？最近息子を失った。誘拐だ。もう一度会えるなら何でもする。子供を誘拐？ひどい話。お気の毒に。でも手助けできると思うわ。よし、ラウンジに座って。どんな記憶が見つかるかやってみましょう。ドクターアマリ、新規の顧客に投げられる記憶はありそう？どんな記憶を探してる？顧客は父親。息子さんについての記憶を探して。分かった。海馬をスキャン中。何かあった？ごく最近のもの。側頭葉が強く反応している。それよ。カーテンを上げて、ショーが始まるわ。どうぞ、これが記憶よ。落ち着いて、こっちで体力をモニターしてるから。ああ、ノーラ、もう見たくない。ボルトのコンピューターはまだ動いてる。いいぞ、ログを調べてみよう。うまくいけば。誰だ、なんでこんなことを。ポット番号 C6。 誰だ。突き当たり近くのホールだ。誰だ、なんでこんなことを。俺だったらよかったのに。俺をさらってくれれば。こいつだな。ほら、開けてくれ。全部うまくいくはずだ。こっちに来て。ここに。いや、待って。いい子ね。この子は私が。赤ん坊を離せ。一度しか言わないぞ。ショーンは渡さないわ。くそ、大変。すみません。そして、少なくとも用意はまだある。低温システム再起動。もうすぐ終わるから頑張って。落ち着いて。俺だったらよかったのに。血圧が急上昇している。俺をさらってくれれば。3、2、1。くそ、殺してやる。
ついて。大丈夫。本当に本当にごめんなさい。あんなことをもう一度体験させることになるって分かってたらやらせなかったわ。あいつらが息子をさらったんだ。見つけ出さないと。自分なら何から始めればいいのかさえ分からないと思う。必要なのは探偵よ。友達にニック・バレンタインって人がいるわ。ダイヤモンドシティで働いてる。あの人は最高よ。信頼してもらってもいい。誰でも見つけ出せる。イルマ、ニック・バレンタインはたくさんの人を助けてきたのよ。会ってみて。